自分はそのパナソニックに12年勤めて、その12年の中で会社にお金出していただいてビジネススクール行って帰ってきて半年で辞めましたんで、裏切り者という感じですね。また受け入れてくれるとは思わなかったわけなんですけども、例えば研修所でちょっと話してほしいとかいう話があって、ある時研修所でこう話をしてですね、幹部候補生相手ですね。で、終わったら研修所の責任者の人がトコトコっと来て、いや樋口さんもうよかったわ、話よかった、前々からもう早く来てほしかったんだけどいろいろございましてねとか言って、えいろいろって何ですか、いや一回辞めた人間はなかなかその許可が下りずにという、そういう話をですねしてて、そんな会社だったら、そうなんですかみたいな、それがまた戻ってきませんかなんて言われたもんだから、これもびっくりをしたわけなんですけども、大企業病って言ったらもう言葉が古いですけど、そういう状況に陥っているなっていうのは、去る前と今と、そんなに考え変わってないなっていう、そんな印象を受けました。毎回同じことやってまして、毎回正しいことを正しいようにやろうよと、そういうカルチャーになろうよっていうことをまずは最初にやったっていうのが、どの会社ももう共通してます。